収入が増えれば心が安定する。自分がどうなりたいのかと自分が何が得意とか何が好きみたいなところで決めるのがいいよね。副業で稼げるようになったら人生変わるよ。それ言ってしまったらさ、もうチートみたいなもんだよね。奈良さんにお聞きしたいんですけど、はい、社員が副業をやることについて、うん、社長の立場から、まあ、社長はどう思ってるんですか。あ、副業ね、はい、まあ、副業が解禁されたりとかで、うん、まあ、ちょっと前からこう副業ブームみたいになってるじゃないですか、うん、まあ、社長側から、うん、雇用主側からっていうさ、どう思ってるかな。こっちの立場から見ると全然別に副業したらいいんじゃないとは思うけどね。あ、そうなんですね。うん、まあ、副業止める理由ってそんなにないと思っていて、でも多分副業させないっていうのは、なんだろう、会社の業務に集中させたいみたいなところがあるのかな。で、当然副業するって言って、じゃあ自分で副業して、会社の業務がおろそかになるんだったら、それはそれでダメじゃん。それは当然ダメなわけで、はい、会社に雇われてるんだから、会社の業務っていうのは変わりなくやんなきゃいけなくて、その他の時間で副業する。で、会社の業務に支障が出ないんだったら、別にその副業っていうのはどんどんやるべきだと思うよね。だって副業することで、なんだろう、お金を稼げるようになってさ、はい、でそうすると結局ね、収入が増えるわけなんだけど、収入が増えれば何、心が安定する。そうすると仕事も安定するというか、いい仕事ができるようになると思うんでね、はい、あと当然さ、スキルアップみたいなこともできるわけだ。それこそブログをやりますって言って、副業でブログやってれば、ライティングもやれば、 SEO 対策もやれば、まあデザイン的なところも見れば、あとマーケティングとか、まあいろんなスキルが複合的に必要になるわけだけど、でもそういうスキルアップみたいなことを結局会社以外の時間で頑張ってくれてるわけじゃん、はい、それってめっちゃいいことでしょ。だってそこでスキルアップしたものってどうやったって本業の方にもいい影響出るわけで、例えば家に帰って別にいいんだけど、あの映画とかアニメとか、はい、そんなのずっと見てるのと、家に帰って副業でブログをすごい頑張ってるのだったら、それはこっちのブログを頑張ってくれる方が本業の方に絶対いい影響出ると思うから、なんか副業やってると会社を辞められちゃうんじゃないかとかっていうのは考えないですか。ああ、確かに考えてませんでした。考えてなかったけど、はい、まあでもそりゃそうだよね。まあでも2つで副業で稼げるようになったら辞めていくっていうのは、まず1個が、そんな簡単に人間辞めないっていうの、はい、だってそれがどんだけ稼ぎ続けられるかわからないわけで、はい、そうなった時にそんな簡単にやっぱり辞めれない人が多いんだ。副業でじゃあ例えば20万とか30万稼げるようになりました、はい、会社員の給料じゃあ例えば上回ったから会社辞めるかって、みんな辞めない。だってそれがいつまで続くかわからないわけで、はい、だからそんな簡単にその会社を辞めるっていう決断ができる人っていうのはそんなに多くないっていうのと、あとはもう一個はなんかそれでも会社に残りたいと思ってもらえるような会社を作りたいよね。いいこと言いました、今。いいこと言った。いや、でも本当本当本当に。単純にさ、その、じゃあ副業で稼いだら会社辞めますっていうのはさ、もう完全にお金のために働いてるってことでしょ。で、もちろんお金を稼ぐために働いてるっていうのはその通りなんだけど、でもさ、人間の感情ってそんなに簡単じゃないからさ、もちろんお金っていうのは一つ大きな理由ではあるんだけど、働くための。でもそれだけで働いてるわけじゃなくて、まあでも分かりやすく やりがいとかさ、どんな仕事をするかっていうところにも、関わってくるから。なんかそういう意味で副業で稼いだとしても、会社に残りたいなって思ってもらえるような、そんな会社にしていく方がいいよね。まあ経営者としてはやっぱそういう会社作っていかなきゃいけないと思うから、だからさ、そういう意味で、稼いだら辞められるから、じゃあ副業禁止にしようなんていうのは、はい、まあ非常にナンセンスな気がするよね。会社にいるからこそできる仕事って結構ある。会社にいるからこそできる仕事。そう。会社にいるからこそ、はい、そのこの仕事ができてるけど、はい、じゃあ例えば独立をしました。じゃあ自分が同じことできるんですかって言ったら、できない可能性っていうのは、全然高いわけじゃん。その会社の看板背負ってるからこそそういう仕事ができるけどっていうのもあるから、まあそれこそじゃあ例えば、大手企業に勤めてるとさ、その大きな企業さん、大企業相手の仕事とかやったりするけど、じゃあ個人独立してそれできるかって言ったらできないじゃん。はい、そもそもそんな仕事取ってこれないしかな。自分でやろうと思うと、やっぱその大企業とのつながりみたいなのそこまで作れないから、中小企業との仕事になるけど、別に中小企業との仕事がダメだとかそういう話ではないけど、
でもその大企業との仕事をするのが楽しいとかっていう人だったらね、やっぱりそういう会社に残ってる方がそういう仕事しやすいからメリットもあるよね。会社に内緒で副業すると、うん、会社にバレるもんなんですか？いや、わかんないでしょ。基本的にわかんないんですか？そのめちゃくちゃアホで、はい、そのブログとかにめちゃめちゃ顔出ししてて、あ会社名とか、はい、出してたらそれはバレるけど、基本的にそうじゃない限りはバレない。まあ、金額がね大きくなってくればバレるんだろうけど、はい、まあでもそんなバレるほどの金額になるんだったらもういいんじゃない。それこそでも副業とかもやってる人とか、まあ今はすごい多いし、で昔から多くて、これなんかの動画でも言った気がするけど、やっぱりすごい稼いでても副業っていうか本業の方をやめないっていう人も結構いるからね。昔からもう月に500万とかさ、1000万とか2000万とか副業で稼いでるけど、別に、はい、その会社に残ってサラリーマンをやってるみたいな人って全然いっぱいいるからね。そんなに稼いでんなら辞めたらいいじゃんって思うじゃん。まあそれは本人たちだってさ、当然そんなに稼げる人はバカじゃないわけでさ、はい、いろんなことを考えてやってるって、まあそれでも会社にいたいって思うからいるわけなんだけど、まあなんかそういう会社を作るっていうのが理想だよね。まあって言っても結局最終的にその人たちはみんな辞めていくわけだよ。まあそれは本当にずっとね、定年退職までじゃあその感じで続くかって言ったらそんなことはなくて、やっぱ何年かするとそういう人も独立をして自分で会社作ってやっていくことが多いけど、まあでもやっぱりそれでも大きいよね。そういう人が3年いるだけでもめちゃくちゃ会社成長するでしょ。それだけで、だって月に1000万円自分で稼ぐ力がある人が会社で業務やってくれるでしょ、はい、めちゃくちゃ仕事できるのは間違いないからってなったら、その人が 2,3 年いるだけでも、ね、いてくれるだけでもかなり会社としての成長もあるから。副業やるんだったらやっぱブログがおすすめなんですか？ああ、まあどうなんだろうね。別に迷ってんならブログやればっていうぐらいかな。その本人どうしたいのっていうのがあるからさ、はい、結局何のためにブログを選ぶかっていうところで、はい、別に本人がね将来的にこうなりたいとかなんかそういうのがあるんだったら、そういうのをやったりするのはいいと思うよね。いや、それこそ動画編集できるようになりたいのにブログやってもしょうがないよ、わけでね。さあ、まあその好き嫌いもあるじゃん、はい。例えば動画編集とかだったら、まあそこまでね、文章を考えて書くっていうこと少ないけど、ブログは文章を書かなきゃいけなくて、致命的に文章を書くのが嫌いとか苦手なのに、ブログやるってすごい効率悪い。だから自分がどうなりたいのかと、自分が何が得意とか、何が好きみたいなところで決めるのがいいよね。だからこれをやったらいいよみたいなのはやっぱむずいよね、副業とかってなると。確かに副業だから自分の好きなことで選べますもんね。まあでもそう。そうそう。本当。そこが良さなんだから、人に決めてもらうと良さを消しちゃってるのか。うん。だから、なんか思考停止でブログをやっちゃう人とかいるけど。はい。なんか別にブログじゃなくてもいいんじゃないかなとは思う。俺が言うのもなんだけど。別に他の選択肢の方が、この人向いてそうなのになんでブログやってるんだろうとか。何？今までブログやったことありません。インターネット苦手です。はい、パソコン苦手です。文章書くのも好きじゃないです。みたいな。だけどブログで稼いで。そう。いや、向いてなくないの？その時点で。あ、別にいいんだよ。ブログで稼ごうと頑張ることはすごいいいことだと思うんだけど、はい、だから自分が向いてないことをやろうとしているっていうのは、やっぱり、なんかその自覚をした方がいいよね。それめちゃくちゃ頑張んなきゃいけないし、めっちゃしんどい。けど、それでもやるっていうんだったら、まあもちろんそれはそれで応援したいけど、そこまでのあれがなくてブログって言ってるんだったら、もうちょっとなんか自分に向いてるものを探す方がいいのになとは思う。まあでももう何始めていいかよく分かんないんだったらブログやればって思うね。その初期投資とかもいらないし、始めやすい。いいよね。でも副業とか本当おすすめしたい。そのみんなにね、できるんだったら。別にうちの会社でとかっていうのもまあまあそうなんだけど、例えばね、今サラリーマンやってる人とかに、副業とかは。会社にとってもメリット大きいかな。まあそれにやっぱ自分でお金を稼ぐっていうのは大変なことだからね、やってみると。だからそういうのもよくわかる。大変さが。自分でお金を稼ぐっていう視点に立てるんですね。うん。うん、サラリーマンってやっぱどこまで行ってもサラリーマンだから、別にサラリーマンを下に見るとかではないけど、はい、それでも、まあ言ったら言われた業務をやっていれば、絶対にお金は入ってくるわけで。はい。でも副業ってなると、まあ結局さっきの話でもそうだけどさ、何の副業をやるかっていうのも決まってないし、じゃあ例えばブログをやろうってなっても、じゃあどんなジャンルでやればいいのかとか何にも決まってないわけで、でもじゃあそれをじゃあ決めてやったところでお金になるかって言ったら、やっぱりなかなかお金にならない。
そのやっぱサラリーマンとは全然お金のもらい方が違うからさ、その与えられた業務をやってよればお金をもらえるサラリーマンと、そのそもそも何も与えられなくて自分で考えて必死こいてやったところでお金にならない、なかなかお金を稼げない副業っていうところで、まあ、全然違うもの。だから副業をやるとお金稼ぐってこんな大変なことなんだとか、そういうのが分かるから、まあ、仕事の、まあ、取り組み方も違ってくるだろうし、何が大事なんだっていうのが分かってくると思うよね。その今自分が任されている仕事は何なんだろうみたいな、この仕事はこういう役目があって、この仕事はここをちゃんとやんなきゃいけないんだとか、なんかそんなのが分かってくるから、与えられた業務だけで、ね、やっちゃうとやっぱそういうのが見えにくくなるから、なかなかそんな視点で考えないし、仕事なんてとりあえず与えられた仕事できればそれでいいやって思う人がほとんどで、別にそれはそれでいいんだよ、それはそれでいいんだけど、でもそれよりも一歩踏み込んで考えられる方がそれはいいじゃん。でそれを考えようと思ったらやっぱり自分でお金を稼ぐみたいな経験を多少にでもしないと、なかなかそういうのが見えてこないから、そういう意味でも不良っていうのはすごいいいんじゃないかなと思う。リスクもないし、副業やったところで、はい、それ言ってしまったらさ、もうチートみたいなもんだよね。だって副業やんなくても別に暮らせる収入はとりあえずあるわけで、はい、それプラスアルファでお金稼げるわけで、まあお金稼げなかったとしても、だからそのスキルなりね、知識とか経験とかそういう、まあ無形資産みたいなものが手に入るから、うん、ってなったらさ、めっちゃいいじゃん。その寝てるだけよりも、その時間で何かに挑戦してる方がそれはいいや、いいからさ、もうプラスにしかならない。マイナスになることってないよね、それで。まあ時間を使うとかっていうのがマイナスになるとかっていう人いるけど、まあでもその時間使うって、時間は何もしなくても流れていくもんだからさ、別にだから副業やったところで時間がマイナスになってるわけじゃない。別に副業やろうがやらないが時間流れていくから、同じだよね。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。では最後に今日のテーマを総括お願いします。今日のテーマを総括すると、副業はやった方がいい。はい、副業禁止にする会社は転職した方がいい。そこまでですか。いや、わかんないけど、まあその考え方だよね。だからその辺の、あ、はい、なんで副業禁止にしてるのっていうのが、なんか納得できるような理由があればいいんだけど、はい、別にあんまりそんな納得できるような理由で副業禁止にしてるとこってないと思うんでね。まあ、本当にそれこそ本業に支障が出るからとか、はい、本業に集中してほしいからとか。いや、でも今日の話でさ、はい、まあ、割と納得感あったんじゃないかなと思うんだよね。その副業を頑張れば本業の方にもいい影響が出るとかさ、そうです、ね、だって自分の時間使ってくれてさ、会社行ってない時でもそうやって頑張ってくれてれば、はい、それってすごいいいことだと思うから、だから基本的にそんなに禁止にする必要ってないと思うから。でもそれでも副業禁止にしてるっていうのは、まあ時代の変化についていけてない感じもあるし、はい、なんか思考停止でっていうとあれだけど、昔ながらの、そう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 、なんかそこに凝り固まってる感じがあるから、はい、多分そういう会社って副業以外のところでも同じような感じなんじゃないかなと思うから、副業で稼げるようになったら人生変わるよ。その本当にそれこそ、まあ1万でも2万でもそれだけあるだけでも、やっぱ1万とか2万円とはもう昇給するって大変だけど、はい、でも副業で 1,2 万稼ぐっていうのはそこまで難しいことじゃないから、今の時代仕事は溢れてるからね、ネット上にも。それこそ、ランサーズとか、クラウドワークスみたいなところでいくらでも仕事取れるから、そしたら別に、1、2万稼ぐってそんな難しくないから、まあそうなれば、まあ収入はアップするわけで、いや楽しいじゃん。会社行ってる以外の全部の時間を副業に費やすとかそういう話ではないけど、まあでも、ちょっとずつでも副業みたいなことをやっていく方が、まあこれからのね、人生のこと考えても、絶対にプラスになると思うけどね。はい。そんな、今時は、なんか資産運用みたいなのもさ、自分でやれみたいなことになってるじゃん。はい。まあ、出てくるそれってそういうことだと思うんだよね。そういうことっていうのは、やっぱりもっとお金を稼がなければいけなくて、まだそういう意味でも、まあ、副業をやるっていうのはすごい、選択肢が広がるからいいよね。うまくいきゃ会社を独立するっていう選択肢も出るわけで。でも別に会社辞める必要もないし。
まあ、会社がホワイトすぎるから別に辞める理由ないんだよねって言って副業でめっちゃ稼いでる人とも世の中いっぱいいるから、だから残業とかも本当ないし仕事自体も楽しいしみたいな、いるよねそういう人も。その選択肢が広がるっていう意味で副業はだからチートだよね。副業はチート総括が変わっちゃった、ね、副業はチート、はい、これでいこう。今日のアベメモです。副業を禁止する理由はない。副業でスキルアップすれば本業にも好影響が出る。副業で稼げても残りたいと思われる会社が理想。副業が会社にバレるときは大きく稼げたとき。やりたいものがないならブログがおすすめ。副業は人生におけるチート。絶対やるべき。